霊感戦法霊気太郎と霊気です本日はですねにわかに熱いドナルド・トランプ前大統領元大統領に関して占ってみたいと思いますいろいろ騒がしくなってきてますよね まずはですねフロリダ州にある邸宅マール・ア・ラーゴこちらに FBI の家宅捜索が入りました大統領時代にホワイトハウスからトランプ大統領前大統領がこう書類を持ち出しているんではないかとそれの家宅捜索が入りましたトランプ氏自体はこうおっしゃってます私を次期大統領選に 出馬させたくない民主党の思惑だと、民主党がそうさせているんだと、そうかもしれませんね。あとだけでいろいろあるんですよね。あの米連邦議会乱入でしょう。そして日本でも今で、ね、大スキャンダルになっている統一教会との問題、もうまた出てますよね。トランプ大統領 <laughs> 思いっきり出てます。またあの世界の統一教会のさ。 あのイベントがすげえゴージャスなんだよねえー、らい金かかってて日本人が切ないのはやっぱ宗教に対する認識がちょっとやっぱり浅いからそこがやっぱちょっとうんか危ないかなっていう感じがするよね正しくやっぱ宗教を捉えられてないからまあそれはまあ今回いいとしてでそして2024年の再出馬と。 もうトランプ大統領自身、まあ、すごいこう熱狂を帯びてきてるというかねまたワイオミング州予備選にて、えー、トランプ批判を繰り返しておりましたチェイミーリズ・チェイミー・まあトランプ批判に執着しすぎて愛想尽かされた感が。 あるようでしたね自分のこう政策とか政治理念とかそっちのけてトランプ批判にしゅ執着しすぎてこうかぶを落としちゃったでこう彼女に資格をヘイグマン議員っていう,こう資格を送ったのがトランプでもう自分の悪口ばっかり言ってるやつをう叩き潰しちゃうみたいなそのヘイグマンがもう圧勝したんですよね。 シェイーミー議員でまたこのヘイグ,ヘイグマン議員がなんかかっこいいんですよね男勝りのなんかあのロックシンガーのピンクみたいなねちょっとごっついピンクみたいなえらいかっこいいんですよなんかでこの トランプが送ったこう。四角ヘイグマン銀がワイオミング州の予備選で圧勝したと。トランプが今また再び熱い。で、このドナルドトランプ氏のホロスコープ見たんですけれども厳しくです。もうまさに木とは上りのこと。俺はここにいるぞと。とまあ、己の看板掲げて生きている人。 ももう自己顕示欲ののの塊トランプそのものです動物の勝利では金曜日生まれの寄宿ですので山奥に潜むだから、まあ、派手好きで自己顕,顕示欲も強いんだけれども意外にこう奥ゆかしさを持ってるトランプそういうとこありますでしょう意外にこう義理深い意外に人情臭い人間臭い安倍総理のこともすごく心配してますよねだこういうとこがやっぱ人として憎めないんだよね アメリカ人からするとトランプトランプもしくはそうトランプ劇場っておそらくプロレスなんですよビール飲みながらポップコーン食いながら見るプロレスだからこうなんかやんややんやしちゃうんですよね我々日本人からしてもそうでしょうトランプってなんか憎めないでしょう、うん、だからなんつうかな日本人からするとトランプ大統領、まあ、まずは暴れ発着でしょうでもしくは 武シことジャイアンガキ大将なんだけどなんかこいつやってくれるだろうみたいななんかこううん愛を感じちゃうというかね憎めないというかそういう存在なんですよね。 だからまたバイデンがまるで老人形のようにねちょっとつまんないでしょだからなんかこうまたプロレスを見たがってるアメリカ人がこうトランプ熱ワンワワンワン,ワンワこうやんやんやんやねこう盛り上がってきてただまあ実際本当に次の大統領選で受かるかどうか別としてだよ当選するかどうか 果たしてそこまで盛り返すかはまあ別としてただまあ盛り上がってきてるってことだけどどうですか76歳ですよむちゃゃむちち若いですよねちなみに年運はですね女性問題と子供の問題にフックしてしまう年ですまあついこの間前妻の 奥様が亡くなられましたで,しょうで今三んだっけバロンバロンバロンくんむちゃむちゃ背高いもう本当にプロレス入りしてもいいぐらい、まあ、ちなみにトランプも WWE と関係してるからねプロレス団体のビンス・マーク・マホンドだからこのバロンくんのことなんか気になってんじゃないかな16歳の三男最近よくフューチャーされてますよね トランプ大統領も 1m90 ーーぐらいあると思うんですけどもうはるかにでかいですよね,ね,かかね。で月運に関しては、まあ、全体的にはね悪くない全体的には、まあ、今年はそんな悪くない年なんだけど、まあ、だからこんなこう熱気が盛り返してると思うし。 ただ、月運に関しては、8、9とちょっとコロナに気をつけた方がいい気がします。体調自体悪いと思えないんだけど、ただ8、9はちょっとコロナに気をつけた方がいい気がします。そういうこう、暗示が出てますね。で今、にわかにまた盛り上がりつつあるトランプ大統領の周辺、どのような運気がこう渦巻いているのか見てみたいと思うんですが、トランプ大統領が表すカードこちらにしました。キングのワンド。 もう熱情熱情ただこれだけでトランプ大統領あわせ表せられないからはい蛇もう毒のある方なんで <laughs> そしてまたアメリカへの挑戦大統領への挑戦この山この2つ添えましょうトランプ大統領な今回なんか代理戦争みたいにさ女性2人のこう あの候補者2人まあトランプ批判を繰り返してたリズ・チェイミー議員にさ「トランプリズお前はクビだ出て行けゲッダウンヒェ言ってましたよねはっきり <laughs> だなんつうかなやっぱ金持ちの人ってさ庶民に対して嘘つきになるじゃん何にも言わなくなるじゃない まして余計なななこと絶対言わないわいいけじゃないだけどトランプってさむちゃむちゃ金持ちなのにさ何でもかんでも喋っちゃうでしょまあ嘘も当然ついてるとは思うんだけど経営者として喋れないこともあるだろうけどだけどもうほんとあることないこと喋らんでもいい余計なことまで全部喋っちゃうからそういうところが逆に、まあ、庶民からするとすごく信用が置けるっていうかさ この人ならなんかやってくれるんじゃないかってそういう気にさしくれるんだろうねまあやっぱだからプロレスなんだよねやっぱりねまあプロレスにはブックがありねまあそのブックという点に関してはある意味茶番かもしれないまあプロレス自体は茶番だと思わないけど実際にやってることなんでねあんなこと普通の人到底できないからねあんなまね <laughs> ただブックの点に関して だからトランプ大統領もやっぱり、まあ、そのブックを持っててさ我々庶民に全てをこう話してるわけではないと思うんだけどただやっぱり見てて何かこう、うん、面白いしこう見てるだけでこっちが元気になってくるし活力が湧いてくるしっていうね、まあ、結果まあ求心力があるんだよねでさらにトランプ大統領安倍,安倍総理の国葬来るかもね 来来るるかかないかまあ、来るだろうよしそろそろいいかなさて口が悪い大金持ちのタフガイドナルド・トランプの今を取り巻く運気を見てみましょうメイ これはバイデンかなトランプと真逆そんな気がしたね私情熱家でカッカカッカカカッ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 とさエネルギーをこう振りまいてる放散している、うん、トランプと真逆の存在まるでろ人形のようなバイデン死な気がする。 うん、メイそしてゴーまあ今のアメリカの状況だよねとんでもない物価高に <laughs> なっちゃって <laughs> 大変なことになってるそしてタイとおぉい休止バイデンさん もう次の大統領選でもうバイデンさん受からんでしょ絶対にまずトランプも受かるかどうか分かんないけどあの当選するかうんそうだよバイデンうんで逆名号体シャドウで入れますドンはいはいはいここでまあ過去,過去にこう回帰する ドナルド・トランプ劇場かつてこうトランプが <laughs> 大統領時代の <laughs> あの熱気への帰還こうゲットバックゴーお o なんだかんだで経済的にはドナルド・トランプまあビジネスマンなんでこう潤うとアメリカファーストで。 そしてタイと、うん、今,今,今のアメリカの状況からのこう脱出、まあ、光が見え始めるんだよねだからこう名号タイがまバ,イバイデンを表してて逆シャドーで入れたのがまああれかトランプかトランプの流れってうとこかな。 時系列で見るとまあ今現時点ではまあアメリカは非常に混迷していると肩が悪いかうんうん、うん、これも逆だからそうだな核回帰未来に一興がないともあるか全部逆になっちゃってもまあとにかく悪いねこう見ると時系列で見て。 トランプがまあ見てるのは今のアメリカ経済のまずさとうんこの流れで効果一旦終わって戻ってくるというような感じかなうん最後一番いってみましょうドン今トランプがまとっているこう運気うねる運気の先にはやはり経済的な安定 物質的な豊かささの確保とさその先にはこれがあるバイデンが非常にこう冷たくてね何ともうまくいってないとただそのトランプが持っているまあこう何との常にこう金を匂わせるような運気こうきらびやかなトランプについていけばこうジャラ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 金が入ってくるようなそういう流れが最終的に やっぱりアメリカ国民にこう豊かな物質的な豊かさそしてまあお金ないしまあそれに伴うまあ精神性もそうだよねこうアメリカ人としてのこう豊かさをこう取り戻してくれるとしっかりとこう落ち着けてくれるっていうような運気をまあトランプは今持ってるのかなまあともかくバイデン政権があんまりうまくいってないから。 こうその前のトランプもいろいろ問題があったんだけれどもこう逆張りで今こう運気がこう渦巻き返しよような感じだよねその先にはだからうん落ち着いたこうアメリカが経済的にこう落ち着くようなね一つのこうビジョンがあるのかなっていう気はするねこれが最後に出てきてるからちょっと女性的なんだよな。 でトランプ氏もあの命、ー、運でこう女絡みのなんか層がよく出てるんだけどここでもまあ女性が出てきてるんで最後に。今回落選したチェイミー氏かもしくは当選した今回のワイオミング州の予備選で女性たちの争いに戦いに肩入れしたトランプだけれもう,うまくトランプの熱気を捉えて 当選したヘイグマン議員かねうまいこと利を得たトランプのもつ金,金銀キラキラの運気をうまく捉えて得るべきものを得たヘイグマン議員かな女性ってことで見えばねだからなんとなくやっぱ超スーパービジネスマンのさ あのトランプの持ってるこう運気っていうのがやっぱ金の匂いが常にするってでアメリカ人もそれにこう期待させられてでその先にこうやっぱりしっかりした安定があるんじゃないかなって、まあ、これが女性的であるっていうのがちょっと、うん、気になるけどね。ただどうだろうね大統領選に出て、まあ、バイデンも到底、ね、再選する気がしないしそして。 かといってトランプもこの勢いで大統領選出て受かるかって言われたらちょっと疑問なんだよね。でまた両者とも結構年でしょうも <laughs> さっきも言ったトラ,トランプも76歳だし、まあ、すげえ元気だけどひょっとしたらもっと若いなんか女性のまたトランプの資格じゃないけどさトランプの代わりになんか立候補するような人が出てくるんじゃないかな女性の大統領って一回もないもんね。 まだなんかそんな気もするよなうんまあ大統領選の出馬に関してはもうほぼ確実って言われてるよね99%ただ FBI に家宅捜索に入られてねこの件で有罪になったらもう立候補できない流れになると。 その時になんかトランプが押すなんか女性の候補者出てこないかねヒラリーじゃないよね <laughs> なんでヒラリーなんだってなんかうんなんか女性ってのがちょっと気になるなトランプが持ってる運気が非常にこう金の匂いがするキンキンキラキラでそれはわかるんだわその流れがあるのはな ただだ最後にこの女性なんだなん一つのペンタクルしっかりこう抱きしめてこう見入ってるねうんちょっとなんか気になるねよし払っとくか。 陰を燃やしようとしようは揮発し凝固こしそしてまた陰をなすこれ生命無限の波動の波紋のは。 よし良きことも悪きことも全て力になるようにね前向きなベクトルできれば上向き斜め45度もしくは直角直角では行き過ぎかな,な斜め45度ぐらいねぐっと前へ行くようにね OK 私たちも、ね、トランプさんの空元気に少しあやかりたいですよねもうあのジャイアンのようなああいう元気があればさもういつまでも精力的で今ですね電話占いの新しいこう商品をコツコツこう作ってるんです、まあ、今も一応あの出品はしてるんですけどこの6度スプレッドっていうのでこう電話占いやりたいな うん、やりたいというかやるつもりなんで。今、それをコツ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 。こう書いたり書いた。まあ、こうだね。書いたりなんかこう画像編集したりとかして今やってます。電話占いでも、うん、絶対うまくいくと思う。しっかりここに気持ちを反映させて粒出さ出せね。ここに流れる流気をしっかりこう。運気をね。しっかり読んで。 まあ人生ってやっぱり、まあ、広い意味でねこう戦いであってさ戦いには戦略が必要なんだよね戦略なき戦いに勝利はないで私たち人間にとっての勝利っていうのはさ別に敵を打ち負かすことではないから自分が自分らしく生きるということだけどこれがものすごく難しいでしょまず自分を知らなきゃいけないどうしたら自分を知れるかって まず自分の人生に自分の足でしっかり折りたたないと、まあ、自分を知りようがないよね。なぜなら身の丈の測りようがないから。で意外にこう自分らしく生きるってことがものすごく難しいんだよね。自分のこう明麗の自分の明麗な青写真、そういうものがしっかり見えてないと、なかなか難しいです。 何かに翻弄されるがまま生きるのも悪かないでしょうただそんなふうに生きることに限界を感じたら自分自身の本質としっかり向き合う時だと思いますさて私のこう電話占いの方にもぜひお立ち寄りくださいそしてまた こちらのチャンネルにもまた遊びに来てくださいね。いいね、コメント、そしてリクエスト、そしてチャンネル登録、ありがとうございますね。とてもとても励みになっています。血、骨、肉、血、骨、肉、全てが血となり肉となり骨となる。成長します。本日もご視聴ありがとうございました。 リッキータロット、リッキーでした。またお会いいたしましょう。それでは、バイバイ。